サソリ、デイタラ、俺は暁を抜ける。俺は長門と共に去る。逃げんな。そいつらを倒すだけだ。なんだ俺、日隠れの里で何を騒いでいる。なんだあいつ。日々の人中力だ。おい、ちょめ。ふう、お仲間だ。ぐんふう、何言ってるか分かんないっす。引くぞ。よし、逃げやがった。滝隠れの風だ。拳を合わせろ。おじさん、うさんくさい。拳を合わせろ。おい、どうした。おじさん、うさんくさい。拳を合わせろ。合わせろ。やっ、拳を合わせてみるってばよ。拳を合わせろ。お前には使命があるんだぞ。忍びの指図は受けない。あるいは友と言ってもいいだ。友達？お前は一人なんかじゃない。懐いたぞ。結果に納得。そのヒートグラサンが悪いんだってばよ。行くぞ全員。暁が召喚した巨大兵器を吸い取ったせいで全力が出せない。姫が封じている。奴らは姫を狙って全て揃わなければ対抗できない。姫と城を守るんだぜ。拳を合わせろ。いきなり何するってばよ。孫悟空ってそいつに伝えな。だとよ。怪しい者どもが現れる。てっきりその一味か。ヒゲとグラさんが悪いんだってばよ。怪しい者どもとは。正体はわからぬ子供をさらっていくのだ。確かに獲物を狙う風情だな。追っ払ってくれって。臨分口寄せか。ああ、サスケ、お前里を出られたのか。木の葉の里に帰るってばよ。人さらいはお前の仕業か。それがどうした。オロチマラの手下になり下がって煮立ちの気も知らねえでよ。煮立ちを語るな。お前を探してんだぞ。何をしよってのかし。やっつけてしまいましょうか。俺はここまでにする。ここまでとはどういうこと。俺は煮立ちを追う。待て、使命を忘れるな。人さらいの元凶め。力足らずの人中に口寄せの術。どうするのかしら。オロチマル様、近く。大丈夫。行くって。大丈夫と。食らいすぎ。どうだ。やった。あればそこそこやるよね。覚えてらっしゃい。一緒に来てくれ。うん。ユギトたちと合流する。まだ見つからないの国にはいなかった。ヤグラが向かったというのだけど、中力全員が揃わなきゃならねえんだろ。比重が揃わなければ中尾には勝てない。次の満月に攻撃をかけて。どれくらいだ。7日ほどね。若月と決戦になる。必ずラップ城に集合しろ。よろしくだね。オーケー。なんか見えるか。霧ばかりだ。千人モードで感知してみっか。木の葉の追手だ。乗れ。自由にさせておきたくないようだな。言った危険な入れ物扱いだ。危険なんかじゃねえってばよ。人中力、ヤグラだ。拳を合わせろ。嫌だ。そいつに伝えてくれ。見た目は怪しい。仲間なんだとな。人中力に仲間なんかいない。それが人中力の運命だ。俺は一人でここにいる。お前の力が必要。それがお前の運命だ。力づく。お前は手を出し人中力だ。背負わせられただけでもうたくさんだ。そいつがお前の運命なんだよ。貫くしかねえだろう。いやー、 B、 お前人中力、拳を合わせろ。俺たちと合わせてくる。間もなく満月の夜か。3人もかけると。なんとかなるっすか。ならないだろう。ユギトのおばちゃん。たちが必ず来ると信じて。雪。月の出るのお前。城内へ一歩も入れるな。出ないとダメだろ。下道魔像。これでも十分。奇襲玉。今のわしらには撃てねえって。みんな大丈夫か。かかれ。まずいぜ。あれはこの俺が来たからにはもう大丈夫だ。うっせえよ B のおっちゃん。賛美の櫓を見つけた。これで9人揃ったぞ。拳
足をつけ。二つ。芸術っぽいぞ。どうも美獣玉だ。やったぜ。真の勝利とは言えないぞ。今日のところは大勝利。目を覚ませカリン。すぐに医療班を呼んでやる。お願いだ、洗ってよ。あの時みたいに。やめ。早くしろ。力を貸すのがすぐに戻るから。やだ母さん。さて、俺は多大な被害を被った。負傷者であふれかえってお前の母だけでは間に合わない。母さん、こうするしかなかったの。あの女はどうした。今日からこいつがあの女の娘だ。食いべち分ぐらいは働いてもらわん。すぐ直してやるからな。お前の母はうちに病院で待機しておくよ。チャクラをもっと置け。こっちは薬で間に合う。早く来い。俺がお前を殺す。次の中忍試験に代理戦争の側面負けるわけにはいかんのだ。他の二人の徹底回復。はい。どいつもこいつも化け物。里の威信がかかっている。うちは何をすれば。俺を持って隠れてろ。隠れてない。俺たちと同じ知の書か。メガネ。じゃあな。前には失望させられた。少しマシな結果になるかと思っていた。そんな。ならば証明してみせろ。北の砦へと立つがいい。激戦区だ。北の砦とは殺戮にしか興味のないとんでもない連中。ひどいことになってるって話だ。戦闘員だって無限じゃないもの。彼らを速やかに回復できるのよね。早速始めてちょうだい。外の患者も順番に運んできて。助けて。渦潮の生き残りに間違いなさそう。世をなくした忍び。どうせなら自分で決め出す。もう誰もあなたに手は出せない。君がカリンだね。この人たちはたくさんのデータがいるからね。さ、着いたよ。彼は実験中のサンプルだ。君の力も見ておきたいしね。こいつはすごい。これからもよろしく頼むよ。ここは本格的な人体実験場だ。よく頑張ってくれたわね。あなた次第だけど、ここで体を休めるといいわ。務めさせていただきます。うちもやっと97番の手術がある。自ら進んでここに来たのさ。だがおそらくそれは果たされない。